で、たけくんが3回こう、開けると。あ、超やばい。3回とか。そうだから、はい、1回目。やだ。2回目。ラスト。花子さん、ゴー！やばい。危ない。何もいないようだ。やばい、これ、やばい、これ。あら？これ出てこないんじゃないの？これ出てこない。出てこないんじゃないの？楽勝だぜ。お、いけいけ。おお。何？2回扉を開けて。これ逆に戻ってんじゃないの？これ。ね、リスナーさんこれね。パカって。2回開けるんだ。え、どうやって？1回開けて。え、どうやってですか？トイレの開け方がわからない。あ、開いた。はい。おお、次の人はパース。おお、あれだわ、と、何？花子さんね、なかなか出てこないですね。なかなか出てこないですね、花子さんね。ちょっといいですか、いいですか。じゃあ行きますよ。どこで開けんの？そこで開けんの？3回扉を開けて。あ、かわいい。いいですよ。はい。ね、そろそろリスナーさん飽きてきたでしょう。本当に、本当は何もないんじゃないかって思うでしょう。よ、三回ね。出るんだよ、ちゃんと。さあ、ということで。見て、見て、この顔。さあ、ちゃんと出るんだよ。そっから出るんだ。トイレかと思ってる。さあ、ということで、バーガー食べれないのが、ゆずきさんとりょうくんです。まだまだ食べれますからね。食べましょう、食べましょう。イエーイ。じゃあゆずきちゃんとこれ一緒に遊んでて。やってないんで私。さあマジかよ。さあ実食に移りたいんですけども、その前に、ね、一つちょっとね準備したいことがありますのでね、こちらの曲を一曲聴、いていただきたいと思います。はい、りょうくん所属しているギルティーハーツが踊ってみた動画、はい、脳症炸裂ガールが100万再生、はい、わ、ありがとうございます。突破したということで、こちらの動画をご覧ください。お願いいたします。どうぞ。サークルサロンに踊りましょう。どうせ学年との今
ということで、お送りしたのはギルティーハーツで脳症炸裂ガールでした。ありがとうございます。はーい。ということでですね、ゲームで勝ったゲームで勝った5人でですね、あのバーガーキングさんのその何でしたっけ、黒バーガー、なんでイライラしてるんですか。なんでイライラしてるの。はい、というわけでバーガーキングさんの黒バーガーをいただいてください。はい、せーの、いただきます。はい、召し上がれ。うん、うん、おいしい。あ、うん、うわめっちゃうまそう。パテがなんかかなりスパイシーですね。そうなんです、黒ごまが。そうなんです、うん、そうなんです。うわ、おいしそう。え、どうですか、味はどうですか。どうですか。おいしいです。うん、よかった。うん、香ばしい。香ばしい。意外と見た目より食べた方が、うん、おいしいです。そうそうそう、それ俺言いますそれ。見た目がだってもうこれ背景と同化しちゃってますからね。見た目より食べると結構おいしいって。本当ですか。はい、そうなんです。あ、美味しいこれ。そうなんです、美味しい。明日行こう。あ、これ今ちょっとまだ販売してなくて。あ、そうなんですか。そうなんです、好評だったんですけども、3日で終了したので。はい、11月3日で日本では販売を終了して。ただですね、ちょっと17日からの月曜日から、11月ですか。11月の17日の月曜日から、はい、もう一度ちょっとお客様の好評によりですね、再販が決定します。うわラッキー。これそれって、はい、なんかもう公式ホームページとかなんかその発表。まだ今ここで初めて。おー、そうなんですか。やばいですよ。なので、あの17日からは食べれますので。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。すごい。じゃあ17日から復活。はい、食べたごめんってごめん、マリオさんごめんって。ごめん、ゲームにも参加してないで、ね、ごめんごめんって。すごいごめん、マリオさん。17日に、ね、はい、今日食べれない、うん、今日食べれない、今日食べれない。マリオさん一緒に食べ行こう。はい、お願いします。はい、というわけで、はい、皆さんね、この再販も楽しみにということで、はい、本日のゲスト、バーガーキングの家永さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということでですね、まあみんな美味しそうに食べよって。大丈夫です。美味しい。大丈夫。ちょ、みんなですか。こう、拭いてね。大丈夫ですか。映りよくして。はい、というわけで、キュールの皆さん、最後にですね、はい、告知はございますでしょうか。はい、告知させていただきたいでございます。はい、お願いします。ですね、私たちキュール、来年1月14日にメジャーデビューが決まりました。はい、イエーイ。メジャーデビュー。はい、そのメジャーのシングル、ファーストシングルがマイクチェック1-2というタイトルで、実は両 A 面となっておりまして、うん、もう一曲、ノットという曲も入っております。お、ニコ動でも人気のデコニーナさんに作詞作曲していただいております。はい、そしてこの CD、通常版と豪華版も販売しておりますので、よろしくお願いします。お、豪華版もあります。豪華版は、はい、豪華版は なんかこう違いみたいな。あのシングルの PV の DVD がついてたりとか、うん、あとグッズ、チェキフォルダっていうグッズがついてたりとかします。豪華です。豪華、はい、豪華お得です。お得です、はい、そしてこのシングルを引っ提げて全国でインスタイベントを開催させていただきます。いろいろ特典もあるので、詳しくは、ホームページの方を見てください。その1回目のインストアイベントがあさって15日土曜日にダイバーシティ東京さんでありますので、皆さんぜひ。ありますので、イントロまでしか聞けなかった曲を聞きに来てください。そこだと聞けるってことですよね。そうですね、インスタイベントでライブもさせていただくので、あさってがなんと初ライブということで。初ライブ、はい、ぜひ皆さん来てください。これはね、行きたくなっちゃいますね、こんな初ライブとは。でもうちょっとあるんですけど、いいですか。はい、たくさんあって、ですね、そして私たちワンマンライブも決まっております。お、12月29日原宿アストロホールさんの方でやらせていただきます。すごい。はい、でこちらプレオーダーの方が受付がもう終わってしまっているんですが、なんと第2次プレオーダー受付することが決定しました。すごい。はい、前回のプレオーダーがですね、1部か2部どちらか1枚しかご購入いただけなかったんですが、2次プレオーダーでは両方とも何枚でもチケット、ご購入いただけるので、ぜひお友達や家族と兄弟、恋人と一緒に来てください。これはいいですね、はい、そうですね。はい、その二次プレオーダーがですね、14日0時より E プラス受付公開で、15日12時から予約ができます、うん、ので
よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、以上です。ちなみに、なんか動画もあるそうで、はい、ちょっと見てみようかなと思うんですけど。あ、はい、はい、お、動画どうぞ。あ、出るかな。めっちゃ気になるところで終わるから。なんか最後ズンって終わったけど。なんでこれちょっと上がったところでちょっと一回バーンって切るの。気になる、なんかすごいいいテクニックですね。なんかね、これ今のかっこいい映像でしたけど、はい、これは今のがちょっと PV の一部となっております。はい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 。ちょっと使わせていただいております。PV なんだ、今のは。へえ。かっこいい。もうね、いろんなものが見れそうですね、キュウさんにね。はい、楽しみでございます。はい、というわけで、あっという間のエンディングに。なってきましたけれども、うん、はい、キュルの皆さんありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ございます。というわけでですね、ニコラジは明日も引き続きですね、池袋メステロウィークを開催しております。はい、明日は MC 百花竜蘭でございます。はい、タケ君紹介お願いします。はい、かしこまりました。じゃあ画面出るかな。はい、明日ですね。はい、こちらですね、明日14日金曜日のニコラジは百花竜蘭が MC ゲストに、最近料理カテゴリーの中ですごい目立ってる人材が一人出てきてるらしいんだが、うん、仕掛け人という男らしい。はぁ、え、ほう、なるほど。この人なんかすごい料理を手早く動画にする人で、すごい、もう我々どう調理されるのかすごい楽しみなんですけど、ね、金曜日、はい、はい、こちらなんですけども、アシスタントには僕、タケが、3日目ですね、いいの、連続でございます、3連勤でございます。あ、そうなの。はい、そしてアシスタントにポワロさんが、はい、はい、います。その他ニコラジの新しい情報、詳しい情報はニコラジ公式ウェブサイト、公式ツイッターで確認の方をお願いいたします。フォローしてください。はい、そしてりょうくんからはある。はい、僕からはツイッターなどのチェックをしていただければ。あ、これですね。あ、いいですか。ですね、僕ね、12月にですね、誕生日ライブを、まあ誕生日ライブというのはワンマンライブをするんですけれどおそれをね、させていただきますので、ほうほうほう、皆さんね、興味のある方は来てね。なんで自分の告知なのに片言なの。胸張ってください、そこは。来てね、そこはね、来てね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、誕生日バースデーライブ行ってください。そして、ニコニコ本社からのお知らせが一つあるそうで、こちらでございます。はい、11月15日土曜日はニコニコ本社をユーザーに丸投げする一日、はい、丸投げデーが開催されます。丸投げデーではイベントスペースとニコ袋スタジオでユーザーに丸投げ、全部丸投げですね、もうね。まずはニコツクによる、丸投げイベントスペースをご紹介したいと思います、うん、さあ出るかな。あ、こちら、うん、あ、まだあるかな。はい、すみません、こちらですね、イベントスペースのこちらの、情報があるそうなんですけども、イベントスペース出展サークルのご案内をまずさせていただきます、うん、こちらでございます。まずですね、ニコニコ技術部より町会議でも人気を博したトゥードゥのあのロボットの展示、うん、あのもう、丸木ですね、カシリそしてすごいですね、これ。そしてレイヤーワークスの、巨大武器の展示を、しちゃいますよと。はい、さあ、そしてですね、同じくニコニコ技術部よりオキュラスによるオキュラスリフトの体験と、うん、初音ミクを使ったさまざまなものを開発してきたボカロチップ研究所によるボカロチップを使った何かをね、発表したいと思います。お、音も出ますって書いてありますね。いや、気になる。気になります。今日気になることばっかり。気になることばっか。さあ、そして続いてですね、こちら作ってみたのジャンルでございますけども、毛納機による、等身大初音ミクのシャドーボックスと、ニコモケによるガンプラを作ってみたございます、うんうんうん、こちらがね、はい、展示されるということで、はい。